マコールまでそう遠ないんで。せや、マコールの近くに小さな村もあります。どうでしょう、マコールは逃げませんし、まずは村で一休みなんて。うん、そうしよう。クラウド、どうしたの？この森知ってるような気がする。
な。ケットシ、何ですか。黙って歩いてても退屈だからよ。神羅の内部情報なんか流せ。まあ噂話ならなんぼでも。例えば今はリンパウス社長の噂が花盛りですね。あの真っ白なスーツどこで作っとんねんみたいな。かあ、くったらねえ。気負いすぎる。さあ勝負。よろしくね。おう、任せてくれ。当てる。おっしゃ。次につなげよ。落ち着いていけ。よし、やっちゃう。やっ、仕留めた。出番だよ。まだよ。キンキンに冷えてるぜ。気合い入れて。連携しよう。私に任せて。気負いすぎる。俺の見せ場だ。当てる。それ燃やしてやんぜ。どうだ。やってやら。そこだ。狙うぜ。とっておきだ。
エリア通信塔領域内に共和国の探索網をかいくぐる技術が。神羅か。はい。このエリアにエンシェントマターのエネルギーが検知できていないのも、あるいはその未確認エリアと関係して近隣の未確認エリアをマップに表示しておきました。調査に向かわれる際はくれ。召喚マテリアを強化することができます。
しよう。今だ。この調子に乗るな。先に行く。頼んだぞ。さあ行くよ。ラッキーフードはキノコだね。え？嘘。ゴンガ岳？しかもこんなにたくさん。ミッドガルじゃ高級品ですからね。この辺じゃ業産取れますけど。へえ、うん、うん、
この村に何の用？あなた。なんだ。ごめん、ちょっと知り合いに似てたから。変わったご一行ね。こんなところに何の用？マコーロの調査団ではなさそうだし。マコーロの見学です。せやから見学団。なるほど。ようこそゴンガガ村へ。私は青年団長のシスネ。びっくりさせてごめんなさいね。村の警備が仕事だから。みんなは持ち場に戻って。はい、はいはい、丘の上からマコーロの様子が見えるわ。慰霊碑見ていてね。おおきに。こっちよ。見ての通り静かな村だから面倒は起こさないよね。自然が豊かでいいところよ。お客はほとんど来ないけどね。よその人を見たのは久しぶり。ありがとう。これ何？3年前ゴンガガマ航路が爆発したんですわ。原因は施設の老朽化です。点検と整備をちゃんとしていれば事故は防げたはずだけどね。神羅怠慢か。でもこの慰霊碑は神羅が建てたの。珍しいこともあるもんだ。ここの復興担当者が決まりはったんでしょうね。ね。なことで罪が許されるわけじゃねえけどな。長旅で疲れたでしょ。マコーロ見学の前に一休みしていったら。ええんですか。あそこが私の家。一応客間もあるから好きに使って。んじゃんじゃ、遠慮なく。私もちょっと行ってくるね。あなたも体は大事にね。そこら辺に生えてるゴンガダケは野生だから取っちゃって平気よ。ミッドガルでは高級品でしょ。私もここに来たのは事故の後なの。ミッドガルと比べたら何もないのに、ここの方が豊かな気がする。そこら辺に生えてるゴンガだけミッドガルでは高級品でしょ。キノコ類は見分けが難しい。ゴンガだけに見えても危険な毒キノコの場合もある。私はこの花で簡単に見分けられるが、クラウドはどうかな。どれがゴンガダケかわかるか。右だ。当たりだ。やはり本物は香りが違う。
ああやってキノコを干すとね、いい出汁が取れるんだよ。スープに煮物に、あ、炊き込みご飯にしても美味しいの。クラウドはどれが食べたい？煮物かな。あ、ママが言ってたよ、クラウドのお母さんの煮物はとびきり美味しいって。どんな味だったか今度詳しく教えて。星の民よ、星の声に耳を傾けるの。ゴンガガは静かでいいところでしょう。マコロへ行くならシスネ団長に許可をもらってください。マコロに黒いモヤみたいなのが見える時があるのよ。偽造って武器職人がいるんだ。芋を仕分けたから。どうした、人格の武器を作るとかで毎日は。客か、いらっしゃい。いろいろ落ち着いたらよ、こうして畑作って暮らしていくのも悪くねえかもしんねえな。マリンと一緒に畑仕事か。なーに植えてみっかな。キノコだろ。なんだよ、ラッキーフードか。信じてんのかよ、ナモン。あ、でもよ、ゴンガだけで大儲けも悪かねえな。モンスター用心、モンスター用心。たたたたた、退屈だ。つつつつつ、つまんない。たたた退屈
屈だ。いい曲だな、笑える。自分で作ったのか。クラウ、センスあるじゃん。そうだよ、作詞作曲ユッピーちゃん。もう一曲あるけど、聞く？もちろん。よし。まままママ、マテリアちゃん。なんもない村だけど。モンスター用心。これが。またお会いしましたね。では、ゴンガ岳のようにまろやかに記念に一枚。ここは時間の流れが穏やかですね。都会よりも人や動物の動きがのんびりしています。この空気感を写真でも表現したいところです。ここぞという撮影スポットが見つかったらぜひとも教えてくださいね。見たことねえモンスターが出て、精霊だ。あ、クラウド。おや、お連れさんかい。どうぞ。ん？その目は、もしやソルジャーかね。え？ああ、うちの子を知らないかい。ザク、大丈夫かい。ああ、誰だって。ザックス、ザックスウェアだよ。ザックス、いや知らない。生意気なこと言って飛び出したきりでね。最初のうちは手紙をよこしたが。あなたが来た時もてっきり手紙にあったガールフレンドかと思ったの。しつこく聞いてごめんなさいね。ザックス、ガールフレンド大勢いると思います。楽しくやってるならいいんだけど、頼りがないのはなんとやらっていうしね。うん、そうですよね。もしも息子に会ったら連絡だけでもするように伝えてくれんか。もちろんです。クラウド、失礼しよっか。もう行くのかい。何にもなくてごめんね。いいえ、私も突然来ちゃって。何も何も。さあ。クラウド、
私、何してるんだろう。ザックスの話したよね。ほら、好きだったとかそういう話。ああ、ここふるさとだって聞いたことあって、ちょっと似てるかもって声をかけたらお父さんだったの。ご両親の気持ち何にも考えてなかった。お家にまで上がり込んで寂しい思いさせて。ああ、遠慮した方が良かったかもな。だよね。そいつのことまだ好きなのか。なんというまっすぐな質問。そうだね、嫌いになる理由ないもの。あ、どうだった？何にも連絡もないって。そう。エアリスを放っておくなんてどうかしてるな、そいつ。ん？ソルジャーなんだよな。それなら可能性としてもう死ぬ。クラウド？悪い、少し休む。クラウドね、ザックスのこと全然知らないみたい。とにかく休もう。